第105回全国高等学校野球選手権記念大会東東京大会江戸川球場で行われます大会7日目2回戦の様子、板橋高校対八条高校の都立勢同士の一戦です。江戸川球場からお送りします。上空曇り空、風はほぼありません。実況は小出明でお送りします。この番組は J:COM ケーブルテレビ品川、東京ベイネットワーク、東京ケーブルネットワーク、イッツコミュニケーションズの共同制作でお送りします。一塁側内野スタンド、応援スタンドが板橋高校、そしてこちらが三塁側のベンチです。都立八条高校、八丈島からやってきました。そしてこちらが板橋高校です。板橋高校が先行です。板橋高校のスターティングラインナップ、1番センター村田伊吹、2番ショート鈴木翔太、3番キャプテンです、レフトを守ります堀口健人、4番ファースト天野はじめ、5番キャッチャー宮沢勝、6番サード田村智志、7番ライトに村山千尋、8番ピッチャー近藤幸四郎、右のアンダーハンドピッチャーです。9番セカンド草野佐助です。控え選手ご紹介しましょう。板橋高校です。4番の加藤武成3年生、10番ピッチャー荒木次郎3年生、11番2年生の柴山武成、12番キャッチャー登録遠藤海里1年生、13番キャッチャー登録藤井光太2年生、ここからは野手登録、15番高部渡る3年生、16番田中隆起3年生、17番酒井優斗3年生、18番大西隆斗3年生はピッチャー登録です。19番笠間春人3年生野手登録、20番菊本修介2年生となっています。選手たちがベンチ前に整列しました。大会7日目2回戦です。江戸川球場からお送りします。都立八条高校対板橋高校の一戦です。上空は曇り空、ただ蒸し暑さというのはそこまで今日は感じません。12時の時点で気温は29度、湿度は 67%、 風も穏やか、風速およそ 1メートルです。セカンド奥山君、先に守ります。八条高校の先発ピッチャー1年生の中込聖馬、背番号5番をつけます。受けるキャッチャーが1年生です、長岡壮太。センター木村君、ファーストに行って上野山誠、上野山翼君、セカンド2年生の奥山瑠衣、サード菊池博之、ショートこのチームの中で唯一の3年生沖山琥珀、もちろんキャプテンを務めます。そして外野に行って1年生の笹本優斗、センター1年生の木村未来、ライト2年生の上野山翼、ライトの上野山翼が2年生、そしてファーストを守る1年生の上野山誠が1年生ということで、ライトの上野山翼がお兄さん、そしてファーストを守る上野山誠が弟です。さらに去年卒業しました、今日も応援に駆けつけています。お兄さんの上野山いつきさんも今画面捉えていますが、今日は応援に駆けつけています。上野山3兄弟、